大安寺は、堺市堺区にある臨済宗東福寺派の仏教寺院。山号は、布金山。本尊は、釈迦如来坐像。応永年間に、後小松天皇の命により、特集仕掛けが、東福寺の末寺として開山したとされる。宗建寺は、堺の町の中心に位置し、広さは2町四方、6つの塔頭を有していた。1615年、大阪夏の陣により、寺は焼失。その後、慶安年間に、現在の南旅籠町の地に移転した。総ヒノキ造りの書院造りの建物で、法場として使用された。1996年から1999年の修理で、江戸時代初期に建てられた邸宅の部材を再利用し、1683年に間取りを変更して移築したものと判明した。屋根は本瓦葺の入母屋造り、内部は上段の間を有し、書院造りの部屋もある豪奢なもの。元は桃山時代の豪商、名安助左衛門の豪華な邸宅であったとの伝承がある。1955年6月22日に、国の重要文化財に指定された。現在の間取りは、下記、障壁画の項を参照。本堂4室の襖、計76面に描かれている。江戸時代初期の仮の派の作と推定されている。自伝では、聖子図は、狩野元信の作、他は、狩野永徳の作とされる。1996年から2002年に、保存修復が行われ、本堂と同様に、移築前の邸宅に用いられていたものを再利用していたことが分かった。1981年6月9日に重要文化財に指定された。第二次大戦前の日本の国定教科書に絵師の苦心として取り上げられていた逸話は、この障壁画の松梅図の枝添の松とされている。1706年、大安寺中興の祖、大円長根が建立。当時、主因地であった地区。小村の北村良定が寄進したと伝える。郵便番号 590-0965 堺市、堺区南旅籠町東 4-1-4。ありがとうございます。